でお店やってます。あとね、自分でカードゲーム作ったりしたんだよ。テムジンよろしく知らねえだろ。知らねえ。最初はグーチョッケー、ほい、原稿もらった。オープンザフラッキー、全力で言ってよ。刀はある。刀はスタードラゴンはある。うん、見ろよ、あれが大人だよ。大人が言う。じゃあ俺チャージ&、あ、見せちゃった、入ってた。チャージ&ドラ。よし、マグマオーシャン、ライフプラス1し、墓地を2枚壊す。そういえばこのカードゲーム、先行から殴れるんだっけ。3点、1回だけね、これ殴れないと先行弱すぎる感じになっちゃうですね、ダメージレース的に。ああ、ドローないんだっけ。うん、3点、あ、なんか首にらみ。このカードゲーム、ない、大丈夫。ここの方が強くない、普通に。いや、全然知らないから、俺このカードゲーム。そうだね、いくつ。ここの方がドローして3パシンよ。うん、ちょっとでもね、巻物から使った方が強いんだ、忍者は基本的には。だから今打つよりは、あ、いいよ。そうね、巻物から3点エンド。いや、本当にやめる気あれなんで、あれがあるから。なんだっけ、ブレフェンガルトがあるから。で、魔法無効か、考える。ああ、そう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 、絶命陣入ってるからね、それやばいんだよね。絶命陣ね、あれ、あの、なんかね、必殺技、うん、なんか3つの中から選ぶんだっけ。あ、知ってる、それだけ知ってる。なんか最近手札から打てる絶命陣もあるから、なんか、へー、リーファイトも変わったね。1年前が楽しかったよ。アニメちょっとだけ見て。アニメ面白いらしいよ、今。バディバディファイトしてるからね。いろいろ全部やってる暇ないっていうのあるな、俺。たまたまうちはバリューファイト多いからやってるけど。ヴァンガード捨てたやん。ヴァンガードはちょっと、あの、G で落ち込んだ時に撤退した。こっちコール。今出てるよ。ここだね。環境そうだけど。コール。うん、まあ、楽しそうだけどね、話聞いてると。G 撤退する店、最近めっちゃ増えてる。ここか。つい最近までやってたじゃん。それが。もう巻物もしでも引けてないスタートは？いや、本当にね。あ、もうちょっともったいないな、その前後は。こいつ出た時、白夜を蘇生するってことなんだ。へぇ、白夜して。じゃあ、アタック。で、こいつ、白夜、アタックだ。下陣を切る方じゃん。いや、コスト切れねえし。どんまい。メイケー3点。1000円。1000円で？1000円で？いや、だから出してんじゃん。どっちも1000円なの？そういうことか。出すんでしょ、それは。え、もう詰め切るつもり？ちょっと待ってね。何、そんな早いの？いや、そんな早くない。受ける。じゃあ3点。何点やん。なんか打撃上がってんだっけ、うん、これ。こっちが上がってる。オッケーオッケー。ファイナルフェイズ。はい、超絶名人。超絶名人。あの、俺デッキパパンみたいな感じの音になるから。パパンみたいな感じの。超絶だと何、なんか違ったっけ、ファンブだっけ。まあ、2種類入ってます。あの、ダメージゼロになった時耐えるやつと、星砕き。星砕きでいいよ。星砕きにするよ。言っちゃったし。いや、フェイクだから。だって今2ゲージだから、そっちの可能性多いんだよ。2ゲージで使えるやつかもしれない。2ゲージですかね。いうやつもあるんだ、うん、はい。あー、ミスできて払えた。いいよ。花いの。こいつはアタックしないのね。殺意が湧いたわ。何よ、パンないの。お前だろ。かわいいわ、しのぶ。そっか、そうなったか。やっぱレジェンドだよね、このカードゲーム。レジェンドが走ってて楽しいよ。ドロー。伝説、うん、お、やっぱ、そもそも伝説のプレイヤー、ヤッコさん。ストール、ヤッコさん。宣伝して、ストール。して会いに来るかも、誰か。マジ。これ、クロスナイズしようかな。オフ箱じゃん、オフ箱。あ、どう。最初は冷たく足立ってる。だからこいつはソウルガードないから、現状はあれだけど、さすがに何かのフラグですよ。それはアルマがあると何があるんですか。オフパコの神。アルマがあると、ライフ6以下の時、1ゲージ支払い、2回攻撃を得る。はい、お前、うるさいんだよ、お前。ほんと、火入れてる。こいつ1000しかないんだよな。そう。タックフェイズ。いけない、何番目待てんじゃん。まあ、まずここだ。ここだ。何
何サドラって1でパンチするんだっけな、はい、マイバディいないで、あ、考える考える、センターのゲージ、うわ、マジか、なんだあれ、どこに対処、ここで、うわ、強い、それそれ強い、なんかすげえ驚いてる、なんか強いことしたの今、今強いよ、だからだけど落ちると復活できるから、へえ、まあまあ、ここニヤドってことでしょ、はい、向こうにして、まあでもゲージがやばいっていうのはあるね、でここです、貫通とかがないです、ミッキョ止水引けば勝ちやん、はい、ファイナルフェーズ、お、またじゃん、ゲージ払って必殺コール、もう1回3点で殴る、6000、そしてこいつはソウルガードを得た、はい、終わりです、やばいじゃん、やばくね、普通にリソースないんだけど、ゲージないのは辛いよね、巻物引こうぜ、チャージ、この教室に絡まないと巻物があったとしても、うん、手札2枚、2枚、ツードローがないからね、なんか見栄えがないですよ、カードゲームハンドすぐ切れるんだけど、ジャック守備力いくつ、ジャックが守備力はまあ書いてあるままです、6000です、こいつが入ってればパワーアップしたんだけど、ソウルガード2でしょ、ソウルガード2枚で次2回攻撃をやるやつがいるから、まあ2回は破壊しないと結構きついよ、なんかああ見ると割と強そうに見えるけど気のせいだろうね、ソウルガードの上に重ねる、気のせいで、気のせいで、カードプール知らないからさ、手組みさ、チャージ、ドロー、打点問題で、あれがマナみたいなもの、あれマナ1回で切れるのかマナが、まあマナすぐ貯められるから、使うと墓地肥やしになるからその辺も結構重要だったりする、きつい、でターン1でドローしてから1枚手札から置いて、そう、一旦2枚掘れるっていうのは結構特徴だよね、スドローしてるんですよ、デッキ何枚50だっけ、こうか、結構ピン済みのカードとか生きるんだよ、リフレッシュとかあんの、そう、ないけど落ち着いて、で登場時白夜を呼んでくる、ただゲージ足りなそうなんだよね、それでって感じになっちゃう、カードゲーム購入で優勝したらうまい棒もらえるんだぜ、昔ね、大きい大会で勝ったみたいな、あー狙ってくるね、分かった、受けるしかないな、やばいよ、はい、けた、ファイナルフェイズ逃げする、はい、いいよ、魔法じゃない、いやー、腰砕きか、それ、じゃあつまり、これハンドゼロになるから入れたくなかったね、ドロー入れて出すしかなくね、知らないんだけど、でも相手5000でしょ、チャージアンドドロー、じゃあ効果使えます、ライフル6以下の時ゲージ1払い、こいつは2回攻撃をやる、起動2回攻撃、うん、ソウルの効果、ソウルの効果、うん、こいつがねソウルにあるならゲージ1払ってよ、払ったらその単純、強くない、強い、ただ1点足んないんだよなこれだと、っていうと1000円を荒らす方向性でいこう、アタックフェーズべし、じゃあこいつ、うん、で2回攻撃センター、うん、そうね、終わり、やばいじゃん、やばいんですよ、考える、いやきつ、すげえ、このカードゲーム見ててもやりたいと思わないんだよ、うん、俺も不思議だよ、デッキはデッキだからマジで、レジェンド見てたら楽しく見えるんだよ、でもなんかあんま頭使わない感じがいい、小学生でもできる、うん、すごいライトにやれるのよ、一時君たちめっちゃハマってたじゃん、いやきつい、ここ出たら作るゴール、はい、いやーやつや、あー忍法持ってないってのつらいね、これ判定がねえからな、ここないのきついな、落ち着いたけど先行、はい、終了、負けやろ、絶対冷めると思う、ドロー冷めて、これ欲しくだけじゃなくてよかったの、普通にそうね、ガージャンドドローを起きた、じゃあまたゲージ値払って2回攻撃をやる、普通魔法管理使うんだよ、1回、はい、いや普通じゃないから1回、はい、回さないじゃん、ファイナルフェーズ、またやん、ゲージ払って必殺コール、もう1回、はい、
ありがとうございました。おっ、あの必殺技強いんじゃない？そう、これ強い。さすがテムジン。これが入ってるデッキだけ俺使って。さすがテムジン。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと詰め